はい、皆さんこんにちは、ラッピー石橋です。ふうこです。はい、ふうこちゃんね、はい、今日は古いマジックをね、はい、楽しんでもらいます。はい、じゃあふうこちゃんもね、一緒に見てよね。ナンバー85、おばあちゃんの首飾りです。お楽しみください。はい、今日はですね、テーブルでやります。これがですね、おばあちゃんの首飾りなんですね。こんな風にしていたんですかね。1580年代発表されたマジックのようです。2本の紐に首飾りが通っております。そしてこちらにですね、セロテープのリングがあります。片方に通しました。さらにこちらの方にも、これは爪切りですね。ストラップになってますので、これを通します。はい、今どんな状態かというと、こんな状態ですね。真ん中に首飾りがあって、そして両端に今通したものがセロテープと爪切りです。そしてどの紐でもいいんですが、一箇所結びます。はい、ここからですね、この ハンカチの中に入れます。そして思い切りこれを引っ張りますと、さあ中はどうなってるんでしょうか。はい、紐からおばあちゃんの首飾りが抜けて、セロテープも爪切りも抜けてるではありませんか。これが1580年代にあったというのはすごいことですよね。はい、ありがとうございました。マジック教室にご興味のある方は説明欄でホームページをクリックしてください。またお会いしましょう。